そしてですね、私が普段ご飯を食べてる、何ですかね、ボディメイクプログラムの生徒専用のね、お食事どころと、はい、一応リビングにもなってます。すいません。朝だからちょっと暗いね。はい。じゃないかな。はい、そしてですね、こちらがジムになりますね。見てください、ジムからの景色も素晴らしいですよね。はい、そしてね、マシンの数々。こちらね、トレーナーさんもいらっしゃるので、鍛えたい部位もしっかり鍛えさせてくれます。マシンを使ってみたいと思います。普段もね、このタイプよく使用してるんです。